どうも、アサヒでございます。ご視聴よろしくお願いいたします。昨日8月1日、まああのね、動画は撮ったんですけれども、私のアナウンスを入れて、まあ今これ喋ってる、これまあこれから喋るやつなんですけれども、まあ雷がかなりひどくて、まあ喋ってる時にゴン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 雷来ちゃって、まあちょっと心が折れかけたのでまあね、まあ雷が鳴ってる前提のね映像をこうまあ作ってアップしたんですけれども、なのでちょっと簡単な動画すぎて本当に申し訳ございませんでした。でここからが本題になりますけれども、昨日8月1日、あの映像に映っているこちらの奇跡の水槽、まあ4月の末に底面フィルターからエアレーションを取って、エアレーションだけはね別でチューブから出してはいるんですけれども、まあ底面ろ過が効いていないということで、まあ完全無ろ過の水槽になっています。その後3ヶ月、だから5、6、7の丸々3ヶ月、まあ、経過したっていうことになりますよね。はい。で3ヶ月経過したんですけれども、まあ水質どうかという、まあそういう動画でございます。では早速水質チェックを行っていきましょう。まあ水質をねチェックを行う水槽は、まあ今回奇跡の水槽だけじゃなくて一応全部ざっとやるんですけれども、全部で8台で、この結果硝酸塩や亜硝酸が許容量をオーバーしたものは水替えを行うということにまあ決めていると、うん、でこの基準をまあクリアして、まあ、ずっと水替えしていないのがまあ 一番長いものだと昨年の10月から水替えをしていないということがになっていますね、うん、ではまあ途中でね数値を見てその都度まあ対策してるんですけれども、まあ、私の環境だと pH がだいたい7近辺の中性なんですけれども、まあ、今回 7.7 ということで弱アルカリ性の水槽があったので、まあ、pH が高い水槽はね、まあ、一応少しね下げなきゃいけないと思うので、調整剤を加えて調整していたりしています、うん、まあほとんどね中性ぐらいなんで、まあ、よく言えば弱酸性ぐらいにねしたいんですけれども、まあちょっと細かい調整がなかなかうまくいかなくて、はい、まあ、大体中性近辺にしています。あと硝酸塩とか亜硝酸の数値が高くなり始めたら、まあバクテリア剤や、まあ、硝酸塩をね、低下させてくれる、調整剤を添加して、まあ、正常の数値に持っていくようにしていますね、うん、で、こちらが一応8台全ての水槽の水質のデータになります。出します。はい、ドン。まあ一応赤の塗りつぶしは、硝酸塩が溜まっていて、まあレッドゾーンに入ってしまったので、赤の塗りつぶしの4台は水替えを実施していますと。で水替えを行った水槽なんですけれども、ろ過としてはねちょっと貧弱なんですよ、うん、まあ私が作った小型の水槽だったり、あとはビオトープだったりね、うん、なのでまあちょっと貧弱なので、あとはまあ水草が少ないんで、まあ硝酸塩がね消費されずに溜まったっていう可能性がありました、うん、なのでまあそれは水替えしてと。でさっき言ったpH が高かったやつが45センチ水槽で、まあこれもね 7.7 って結構まあまあな数字なんで、これはちょっと調整しましたよって感じですね、うん、そして気になる奇跡の水槽は硝酸塩0、亜硝酸塩 0.22 か、硝酸塩0、亜硝酸 0.22 ということで、めでたくクリアしました。ありがとうございました。はい、よかったよかった。まあこれ見るとね、まあ数値全体的に見るとやっぱり水草が多い水槽は硝酸塩減る傾向があるなと。まあ私ね、散々脱窒環境、まあどういうふうに構築したらいいのかっていうのも、まあ、結構やってきたんなんですけれども、まあ奇跡の水槽やり始めて、まあまあ脱窒よりも水草のね方がもしかしたら
硝酸塩を減らしているのかなとかも思ってきたり、まあ実際はね、底面には酸素がない状態っていうのは必ずあると思うんですよね、ソイル引いていれば。だからまあその中でダッチツキンガも当然生存しているように思うんですけれども、まあどれくらい機能しているのか、まあ水草とダッチツキンの働きがどっちが優位なのかとかね、だから正直ね掴みきれないっていうのもあるので、ただまあ今後ね、まあいろいろ観察しながら、まあ答えが出せれれば出していきたいなっていうと思います。でね、ちょっとただ一点だけね残念なお知らせもありまして、奇跡の水槽で、まあ、飼育している、ゴールデンドワーフ、ゴールデンハニードワーフグラミー、これねオス2匹メス1匹でちょっと3匹で飼ってたんですけれども、繁殖行動を、まあ、再度2回目なんですけど起こしまして、でその時の映像をちょっと撮ったんで、まずはそれをお流ししますね。はい、ちょっと長く動画しましたけれども、でこの後実はメスがめちゃくちゃ興奮状態になって、でアワスをね攻撃し始めたんですよ。攻撃っていうか、で多分ね卵とかもなんか軒並み食べてるような、もうねなんかすごい状態になっちゃって、で急遽空いたボトリウムがの使ってたボトルが空いてたんで、まあ一応ちょっと隔離したんですよ。隔離して、でボトリウムの口から水面までね、高さが15センチぐらいあるような感じで、まあさすがに飛び出せないだろうって思ってて、まあ蓋もしなかったんですけど、翌朝見たらいなくて、んで飛び出してたんですよ。だからね、まあグラミーって飛び出すって知ってたんですけれど、まさかこんなに高いものを飛び越えていくんだって思って、しかも縁がね四角い水槽じゃなくて、なんかまあ形状がこうキュッてなってるんですよね。ひょうたんっていうか、まあ口がキュッてつぼんでるんで、それでも飛び出すかと思って、普段はねそんな飛ぶようなイメージないんですけれども、やっぱ環境変わったり興奮したりすると、少しそういう飛び出し事故っていうリスクも増えると思いますので、水面からの、まあ、高さがねあるから大丈夫だっていうふうにくくらないで、しっかり蓋を閉めた方がいいと、はい、いうのがちょっと教訓として残りました。で繁殖はね、だから結局ね2回失敗してるんですよ。1回目もちょっとダメにしちゃって、2回目も今回こういう形でダメになっちゃったんで、だまあリベンジしたいっていうこともあって、で今オス2匹なんでメス2匹ちょっと追加しました。はい、で、まあ繁殖ねまた見ていこうかっていうのと、あと、水質の件もまあ生態を増やすことによってどう変わっていくのかっていうのを、まあ、今後ね経過を見ていきたいなっていうふうに思っています。まあ最後はちょっと切ない感じになってしまいましたけれども、まあ飛び出し事故はね本当に人間の管理不足、不注意なものだと思いますんで、十分にチェックしたいと思っております。ということで今回奇跡の水槽の定期報告になりました。
ご視聴ありがとうございました。お送りしたのは私朝日になります。